ちは。こんにちは。豊さん、お巨人が今日は興奮してないの？今日は興奮してないです。今日は大丈夫です。おとなしく入ったね。そうです。まあ、でも若干興奮度もあるんですけれども嘘つけ巨人が、まあ、しっとり入ってるやないか。豊さん、何ピッチャー陣、まあ、前も話しましたけど中継ぎが崩壊してるっていう風な話をしたんですけれども、今中継ぎだけではなくちょっとクローザーが、でもね、中継ぎ陣は、はい、あのソフトバンクの3戦目で勝ったでしょ、はい、で繋いで勝ったんだよ、はい、でそこから多少自信を回復してるよね。あ、中継ぎ陣はだからそんなに心配いらないと思うよ。あ、大丈夫ですか、うん、でちょっとあの6月頭の西武の3連戦の時の、うん、ちょっと中継ぎからクローザーまでの流れを見ていくと、でもさ、はい、中継ぎはその試合でもよく投げてるんだよ、うん、あ、まあそうですよね、抑えてますよね、期待に応えてるんだよ。そうなんです。だから問題はクローザーを誰にするかなんだ、ね、そうなんです、まあ、西武まず初戦はあの高橋勇輝投手が、うん、投げた試合だったんですけれども、これはデラロサ投手が、うんうん、出てきたんですけれども、ね、いいピッチングではなくて、そしてなんかちょっと違和感で、もう打たれるとすぐ違和感だからどうしようもないよね。まあ違和感があるんだから、その違和感っていうのはさ、はい、どのぐらいの違和感なのかなと思うよね。そうですね、だけどもう本人が言うんだからしょうがないよね、はい、昔金城が俺がノック打ってた時に、はい、なんか走り方がおかしいから金城呼んだんだよ、はい、でお前どうした足、お前絶対おかしいだろって、うんうん、正直に言えって言ったら、はい、大きな違和感がありますってだからそうやって言ってくれると分かるけどさお前それ肉バラねっつうんだよってそれは違和感どころだから大きな違和感だって言うんだよ。まあそのぐらい大げ違和感でもどのぐらいの違和感かって聞かないと分かんないんだよね。まあ、だから出られる佐藤氏もどのぐらいの違和感かちょっと分かんない。でも抹消するぐらいだからあるんでしょうけれども、で翌2戦目、これ横川投手が早々に変わった試合だったんですけれども、これビエイラ投手出てくるんですけれども、うん、抑えはしましたけど、まあ、フラフラだったな、はい、危なかったな最後な、はい、で3戦目、これサンチェス投手が先発だったんですけれども、うん、ここ畑投手が抑えで、うん、クローザーとして出てきたんですよ。まあ中継ぎの時は勢いあったけどな、はい、やっぱこう最後に締めるっていうのはさ、はい、まずね抑えの条件って何か分かる？5つぐらい挙げるとしたら5つ、うん、まあ適当に言ってみ、まあ、精神的にタフじゃないと、ね、あ、そう、もちろん、はいはい、強い、あ、まあ、気持ちが強いというか、ハートが強い、はい、あとは、うん、もうストレートが速くないとダメ、うん、まあ、それも一つの、いや、まあまあ、それも一つの条件にあるよね、はい、それプラス、うん、なんで速いといいの、なんで速いといいの、ん、まあまあいいや、はい、まあ速い、速い球が、え、あと何があるんですか、まあ特殊ボールがある、あー、で三振が取れる、三振が取れる、はい、ね、まあ、そういう条件を満たさないと、うん、やっぱこうクローザーってなかなか難しいんだよ、はい、ね、で毎日登板連投が効くっていうのも条件の一つなんだよね。あ、そうですね、だから故障者っていうのは良くないと思うんだ、はい、でも巨人の中で一番クローザーとして推薦するのは誰だと思う、はい、いや今までだったらデラロサだったんですけど、でそう考えるでしょ、はい、俺は菅野、ええ、でも一番精神的に強いし、はい、一番三振取るし、はい、ね、まあ故障があるから連投が効かないけど多分ね、はい、でも球も速いじゃない、はい、だ条件兼ね備えてるっていうのは、うん、俺は菅野しかいないと思ってるんだよ。となると、いやでも菅野は絶対無理だよ、先発だと思うよ、はいはい、今年怪我したしね、肘ね、まあ、そうですよね。でもあの一頃の報道知らない？海外担当のスカウトを5人置くっていう。ん？何？何ですか？いやいや、5人海外に、海外のいい選手を取ってくるように。巨人か、うん、俺は今現状、まあ、苦しんでるよね、はい、まあ、その中で誰かを務めなきゃいけないとは思うんだけど、これは早急に俺連れてくると思う、誰かを、メジャーから、うん、抑え候補、はい、その一人に山口も入ってるとは思うんだけど、はい、でも本当にクローザーとして責任の人間が入ってくると山口は先発で回せるし、はい、うん、だから俺はやっぱ その5人の、まあ、巨人に在籍したあの外国人の4人と岡島なんだよ、はい、ね、
だから誰か連れてくると思う。もう早期、まあ、6月中とか、まあ、7月頭にはってことですよね、うん、だから今の人間でやっぱ本当に果たしてこれだっていう人間がいるんだったら、まあ、連れてこなくても別に必要ないし、はい、だけどいないという判断で、はい、俺はスカウトを配置したんだと思う。ということはまずデラロサ投手は豊戦的には今シーズンはちょっともうないかな。まずデラロサ投手はいやもうないない、抑えはない。ということはやっぱね気持ちの不安が表情とか態度に出るピッチャーだもんね、はいはい、あ、うん、じゃあまずないってこと。俺はもうやっぱ任せられない、だって怪我もするし。まあそうですよね、うん、ビエイラ投手もクローザー向きではない。まあ、ビエイラは球速いよ、はい、だけどまたちょっと違うな、違う、不安定だよね。不安定で畠投手は、畠はね、うーん、やっぱ経験が必要だよね、うん、だから失敗してもいいからやってこいって言うんだったら、はい、それはクローザーに育つぐらいの素質はあると思うんだよ、はい、でも待ってらんないでしょ巨人は。もう時間ないですから、ね、うん、だからそこで失敗してたらもうアウトだもん、阪神走っちゃう。そうですよね、このまま、うん、確かに。で、中川投手のクローザーっていうのはどうですか。中川はね、三振取れない、はい、あのね、綺麗すぎるんだよ、はい、で、特殊ボールがない、はい、ボールの綺麗で勝負するタイプだから、うん、まだ高梨の方がいい。あ、高梨投手の方がいい、うん、あの変則 だけに、はい、1打席でタイミングを合わせろっていうのは非常に難しいピッチャーだから、はい、俺は高梨っていうのはありだと思う。鍵谷投手だったりとか、鍵谷はね、ボールがね、うん、ちょっと垂れてきてる。あ、そうですか。うん、それは中継ぎでは貴重な戦力かもわかんないけど、はい、あれを抑えに行くと、うん、やっぱ鍵谷が死ぬ。あ、じゃあ鍵谷選手は中継ぎの方が向いてるってことなんですね。トネ、うん、投手は、トネはいい加減すぎるあれだけこんな体振ってまあストライクには来るよ、はい、あれだけやっぱこう制球がやっぱ定まらないと、はい、クローザー無理だわ、うん、大江投手も無理。大江、まあ、高梨とよく似てるけどね、はい、でも高梨の方がやっぱり一つ大人なような気がする。あ、やっぱそこら辺やっぱ子供でこん縮こまったらできないよ、腕振れなくなっちゃうよ。でも高梨っていうのはやっぱこう移籍も、はい、超えて活躍をしてっていうことを考えると俺は高梨かなと思う。じゃあ今いるメンバー今だったら高梨投手が一番まだクローザー向いてる。俺だったらねもう腹くくって、はい、高梨投手を一番後ろに持ってくる。先発陣で誰か一人っていうのも今苦しい。だから菅野だよそうですけど、それは難しいでしょ。それ非常に難しいですよね。難しいでしょ。その菅野投手以外で先発陣でクローザー向きの投手って巨人にいます？いないですか。いない。あ、ということは本当に今いないんだ。坂本坂本精神的にタフだな。ちょっとさ、いや精神的だけで言えば精神的にそれで的に言えば坂本とか精神的にだけですよね。それはね、そうです。だからあいつがピッチャーだったら喜んでやると思うーーいや1イニングでいいんでしょみたいな、ここ抑えないんでしょみたいな。ものすごいポジティブですよね。ポジティブポジティブ、そのぐらいの投手が欲しいってことですよね、うん、まあね、その職が違うとさね、まあ、全然受けるプレッシャーも違うんだろうけどさ、まあそうですね、やっぱそのぐらいの気持ちでいてほしいよね。おっしゃーみたいな、うんうん、俺かみたいな、よしやったろみたいな。だ例えばあの、ね、横浜にいた佐々木大魔神さんだったりとか、ちょ見てみ、まあ、お前津田常美って知ってるよね。広島の夜明けは最大の敵って、はい、敵バンバン向かっていったって、うんね、なんであそこで変化球打たれたんだ、はい、なんで投げたんだって、俺の信じる球まっすぐじゃないのかって、うん、ね、達川さんが夜明けは最大の敵やから向かってこいっつって、うん、あれだけ火が出るようなホームで投げてきた、うん、佐々木、はい、特殊ボールフォーク、うん、俺のフォークが打つもんだったら打ってる、うん、ね、藤川球児、はい、俺の火の玉ストレート、うん、ね、前に飛ばせるんだったら飛ばしてみる、まっすぐ行くよっつって行くんだから、うん、ね、歴代のやっぱ抑えってさ、やっぱそのぐらいの強気の人間じゃないと、ましてや巨人っていう球団だったら務まらないよ。そうですね、うん、だから
今でいるメンバーではなかなか難しいけども、まあ強いて言えば高梨かなっていう。で5人のスカウト陣が今血まなこになって探してると思う。何人か候補連れてきますかね、1人だけじゃない。いやいや候補は連れてこない。連れてくるんだったら1人しか連れてこない。1人でもそんな候補してさ、品評会じゃない、日本一じゃないんだから。でもその1人がハマんなかった時はまた大変になっちゃうんだろうな。その予備はちゃんと抑えてあるから、はい、あもうこれがダメだったらこれって。だから5人いるんだから。あなるほど。スカウト陣もこの5人っていうのは競争だから、はい、そうです。そりゃそうよ、お給料にかかってきますもんね。成功報酬出してくるもん。いや絶対そうですよね。そうだよ、はい、そしたらもう血まなこになって探す。ということは、まあ、新たな抑えをその5人のスカウトの人たちが連れてきてピタッと。だからもう候補はどんどん上がってくるんじゃないか。でとりあえずはいない場合は高梨投手が豊さんは、俺はね経験上ね、うん、でクローザーはその5人のスカウトの方が連れてくる、もしくはその山口俊投手が一時的にでもさらに務める。だから上原とかまだ元気だったらな。もうやめてますし、言うちやってますよ。だけどあのメジャーのさ投げてる姿見た。どん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 さ、うん、向かって、はい、もうボールもあんまり行ってなかったよ。それでも気持ちだけは向かっていってたじゃん、はい、だからああいう姿を見たいよね。巨人の後ろにってことですよね、うん、なかなか巨人の投手ってあんまりいないですよね最近。いやだからそれだけプレッシャーがかかるんだって巨人は。そうなんですね、うん、だからそのプレッシャーに耐えきれられるだけの人はいないとダメだという、はい、早く出てきてほしいですね。本当だよ、ここね、胸毛じゃない、心臓の毛が出てるみたいな。もうそのぐらい飛び出るぐらいですね、心臓の毛がね。飛び出るぐらいじゃないと無理よ。そうですね、厳しいな。